はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画のお時間になっております。バーワイズ、今日もしょうもない飲み動画をお付き合いいただいております。 P さんです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いやー、 P さん、はい、本当ね、最近ね、まあ、飲み動画やっとるわけですけども、本業は実は僕バイク屋さんということでね。ただもうバイク屋さん立ち上げて、まあ、小さい店なんですけど、もうやっぱ十数年経つわけですよ。で、そもそもね、お店を立ち上げた時から近所の、おじさんおばさん相手のちょっとね、年齢層高めのお店作りっていうのをやってきてて、はい、で十数年経つとね、その頃のお得意さんがそろそろやっぱりバイク引退間近みたいなことになってくるのね。だって当時おじいちゃんおばあちゃんだった人が10年経っちゃってるから。最近バイク免許返納したから処分してくれとかね。あと、わしは何年乗れんだとか、そういうご相談が多くなってきてるんですよ。中でもね、ちょっと耳が遠くなってきたお客さん多くなっちゃって、ちょっと表でね、僕こうバイクのご相談いただいた時に、これどうしたらいいんじゃろうななんて言われた時に、いや、これだとああじゃないですかね、あいや、こうした方がいいんじゃないですか、あって言われちゃうことが多くて、意思疎通ができな い, い、ね、難しいんですよ。じゃ あしまった、補聴器忘れてきたとかさ、あるので、だから僕ね、申し訳ない、お店の前で僕がちょっと大声で喋ってる時は、はい、お客さんと喧嘩してるわけじゃないです、はい、ちょっとね、今日も道すがらのお客、ね、通りすがりの人が、はいはい、なんかこう怪訝な顔して見るわけですよ。だからちょっと僕が大声張り上げてるから、うん、お客さんとなんか揉めてんじゃないかみたいなことになってるんですけど、じゃないんです。ちょっとね、うちのお客さんの年齢層にね、関係があって、僕声張んないと、いや、なんだったらお客さんがもうちょっと大きい声でって言われるから、もう仕方なくですよ、はい、だからもう日頃動画で鍛えた腹筋で、なるほど、腹式呼吸でこのバイクはですね、ってやるわけ。なるほど。ちょっと今日ね、そのボリュームが大きかったんで、なんだったらお客さんにもさ、なんかもう喧嘩腰で言ってるような感じだったんじゃないかなと思って、ちょっと反省点もありますけどね。ちょっと声張りすぎって思って喋ってたんですけど。いや、でもこれ割り出し方がないですよね。いや、なんですよね。いや、まあだからね、こういうお客さんの話なんかしてても、お客さんいじってるバイク屋なんか嫌だなみたいに言われたら嫌だから、この辺にしときます。でね、この間ちょっと元ブログなんかやってて、はい、あれです、ちょっと僕BGM で自分のギターと歌つけてみたんですけど、あれは別にあれですよ、サザンオールスターズをディスってるわけじゃないですよ。僕大好きです。ただなんていうかな、簡単に BGM つけるときに、こうなんていうかな、まあうちなんかはなっちゃう、有料じゃねえや、なんていうのかな、収益化するさ、ことなんかもあって、コマーシャルなんかもついてて、はい、ただそういうのを、収益化してる動画でもお使いいただけますみたいなね、音楽 YouTube、まあ、Google さんからご紹介してもらえるんですよ、はい、漂ってるわけです、使っていいよ、はい、みたいなのが、はい、そういうの簡単に引っ張ってくりゃいいんだけど、僕ね、そうあんま、まあ、簡単にね、そういうコンテンツでどうせそういうのを使ったって大したクオリティの動画にならないんだから、どうせ大したクオリティじゃねえなら自分ので言ったろうと思うんで、自分で言ってひどいものになっちゃってましたけど、多分ね、低評価が入ってたけど、あれは多分サザンファンだな。涙のキス歌ってみたけど、途中で指痛くなっちゃったりとか、あれどうだったっけみたいなね。涙、本当は涙のキスも一度ですか。今すぐ会って見つめるサブリをしてみてもみたいなのを入れてて、いいじゃない、いい、途中で指痛くなっちゃったりとかして、そういうのを普通にあげちゃうもんだから、多分ね、低評価入ってたのってね、サザンファンからお前サザンを冒涜するなみたいなことだと思います。悪気はございません。大変申し訳ございません。申し訳ございませんでした。僕はサザンが大、 P さんにも聞いてください。僕はサザンが大好きで。大好きですよね。本当ね。本当にこれから134号線を走る時の BGM は希望の轍をぜひ自分の演奏で。夢を乗せて走る。かっこよくね。最高です。あ、それで思い出した。はい、
元ブログといえばですね、はい、あの先日、はい、A&M ガレージさんと、まあ、あの僕が鳥取の息子と呼んでいる男ですよ、はい、あのツーリングにいたお話はしたかな、したのかな、そうです、してます、ね、エノツーやってました、はい、エノツーね、であのその時の動画、息子が編集したものを A&M ガレージさんが、動画に、アップしておりまして、はい、そのご紹介ですね、はい、で、はい、あのなんていうかな、実際はこの鳥取の息子の動画を僕も応援してますんで、その時のツーリングの、動画をここでご紹介しながらセルフ解説して、その動画の裏側をご案内をパパッとして、A&M ガレージさんの動画をご覧いただいたらより面白くなるんじゃないかなというような、セルフ解説をさせていただければと、はい、まあ、要するに、ね、A&M ガレージさんとタッグを組んで、どうにかしてこう A&M ガレージさんの数字を伸ばしたろうといういやらしい考えでございますけども、どうでしょう、お付き合いいただけますでしょうか、はい、ですね、はい、これが、横浜のちょっと親子ツーリング、これうちの動画にはね、概要欄にあの A&M ガレージさんのページのがあの URL 貼っつけてありますので、ぜひうちの概要欄を覗いていただいて、よろしければこちらから、最新の動画が横浜の父と親子ツーリングというタイトルで上がっております、はい、でそこでポチッとなと行きますと、ほう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 、はい、元ブログ横浜の父と江ノ島ツーリングみたいなことでタイトルが上がっておりますね、はい、うん、低評価が1 なんだ、ただ高評価15、現在視聴回数95、はいはい、ね、頑張っていただいて、あ、これ僕ね前走っております、これあのワイズファクトリーを出発して、はい、もう本当お店すぐ近くにどうすよね、もうすぐ 裏みたいな感じですね、ですです、でこっからいいと、まあなんか息子がいろいろ喋っておりますけどね、この辺の内容はぜひね息子のところの動画見ていただいてという感じなんですけど、ウィ、ね、ーンと、で、これはここが環状2号線走っております、はい、ちょうど環に境木の手前あたりですね、これね、さすがですな、Pさん、ちょっと台はうるさいんでちょっと下げておきますよね、でこれが環状2号線でね、今回あのうちからだと横浜新道を使った方がいいのかなとは思ったんですけど、あのあれうちからさ江ノ島行くときに横浜新道って原付2周は大丈夫だったの？原付は大丈夫ですね、80円ぐらいで確か、そうです、はい、横浜新道確かこの区間は 50cc が走っても OK だったような気がしたんだけど、あの息子を引き連れてさあのスイッシュで行って、おー原付ダメですよって言われたらちょっと恥ずかしいなと思ったから、ちょっとあえて、あえて、ね、あえてベタで平戸立体からね、はい、ベタで行って、原宿の方回るルートを取りました、それはね、最高のねあの気遣いですスペシャルです、いやそんぐらい調べていけよって話だけどいや僕もあの横浜新道原付で走ったことがないのでさ、ね、俺も、うん、ちょっと不安になっちゃって、そういうルートをあえて取りました、はい、環状2号線から行きました、はいはい、ちょっとねこの区間ね、あの変な車がね、このねの、うん、これなんだこれ、この人ね、このキューブ、これ、うん、なんかあのいきなりバック入れたりとか、ちょっと危ない運転だなと思って走ったけど、あんまり後ろはぴったりつかないようにしてたんですけど、ね、息子もすごい気になってたみたいで、ナレーションに入ってましたけどで、これから振動の終わりね、ここ合流していくわけですよね、はいはいはい、で1号線をひた走っていくような感じです、はい、で、この辺でね、雨がパラッときたんですよ、あー、なるほど、で、カメラがダメになっちゃいけねーとかね、息子も心配してたけど、まあ、なんとか持ちこたえましてね、で、あの2人で話はしてたんだけど、とりあえず行きだけ持っちゃいいなっていうね、行きだけで、うん、そうですね、で、そこでもう何とかお土産にこの元ブログを持って帰らしたかったんで、はいはいはい、行きだけ取れれば、うん、帰りはもう2人でもビショビショになって帰ってきてああ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 俺帰ってシャワー浴びようかなぐらいに思ってたんですよ。なるほど。もうずぶ濡れになって帰ってきて。面白い。ぐらいの天気予報だったんで覚悟はしてたんだけどね。そうですね。この日はね、ちょっとね。カッパだって常ねんだもんだって俺。
なるほど。すげえ、絶対振るって言ってるのに。で、こう一号を引き出していきましてですね、はいはいはい、なるほど。どこだっけな、まあ、あと地元の人なんかは面白いかもしれないけど、こう行っていくとね、なんかバイク屋さん、この辺がね、息子には新鮮だったんじゃないかな、この辺のバイク屋さん通り、こういう、まあ、大手さんがすげえ並んでて、あーショップとか、はいはいはい、毎日5000円多いですからね。だから僕走りながら、こう指差しながらさ、うんうん、あそこ、あそこ、あそこみたいな、うやって走ってたんだけど、なるほど。これ1号ひた走ってまいります。ずい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 、なんかめっちゃお茶目とか言われてるけどな、僕まあオートバイ乗ってる時に本当にあの挙動不審というか落ち着きがないというか、オートバイの上でよく動くんですけど、なんかだからそれがね、なんか息子の目には変な風に映ったんでしょうね。それはもうあのね、あのレースでしかね、あれなんでね、なんかあんまりね、落ち着いてツーリングをしたことがあんまないの。で、あの申し訳ないですね。あ、ここ、はい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 、ここしますけどね、はいはい、ここで、はい、あ、ちょっと出るかな、ここがね、横浜の、戸塚界隈になるんですけど、あの動画でも有名な某原宿の交差点ですね、原宿交差点近くで、某有名なここです、ね、もう通り過ぎちゃったかな、うん、で、あ、ここだ、ええ、で、あのここここって言って、はいはい、まあ、息子もね、よく見てる動画のところだと思うんで、ええ、まあ、当然時間早いし、定休日か知らんけど、まあ、空いてなかったら、ね、そうですね、あれだけど、こういうところもね、うーん、まあ、特別あの僕があのお店をお見せしたくて選んだルートではないです、ええ、なるほど。僕が江ノ島行こうと思えば大体通るルートですね、はい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 、で、これでじゃんじゃんと行きますと、ここで、とうとう、わかります？ここ、134号線、134ですね、はい、134、これを僕が左に曲がると、はい、希望の轍を歌い始める、希望の轍、はい、右側の海岸線見ながらチャラララン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 ジャンツチャンシャテン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 というのを今度元ブログでやります。誰が何と言おうとやります。あのやるらしいのでよろしくお願いいたします。もうな、秋口になっちゃうけどな。そうですね、うん、で、これを左に曲がって下走ると右側に海岸線を見ながら江ノ島へ向かって行きますね。まあ、これはいいね。ここだからあのこれはいいですね。もう僕絶好調、希望の轍歌ってます今。なるほどね。あの息子と Bluetooth でつながってたらもう多分ものすごい大音量で歌ってます。なるほど。まあ僕ね、残念ながらあのモトブログの装備してないので、はい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 、何も聞こえてきません。はい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 、でこれジュンジャンジャンと言って、右側に見えるのが江ノ島の水族館ですね。江ノ島水族館ですね。ここもね、今非常に人気のあるスポットがあります、うん、で、ここ今、あ、これ右側ですね。で、有名なこの橋ね、はい、はい、なんだっけ、江ノ島大橋とか言うんだっけ、ね、なんだっけ、もうほんとで、なんかあのここでね、息子がね、あの左側にいたお姉ちゃんにね、あ、なんかお姉ちゃんがなんかみたいな、目を奪われた可愛い子がいたみたいなんですけど、ほう、まあ俺も見てました。まあ俺もその子見てました。すげえ可愛い子歩いてたの。これはちょっと息子よ、仕方ない、あれは見るわ。あれは仕方ない。俺も顔、あの俺ね、右側見てる感じで目は左側行ってたからね。こうやってこう。その顔やめなさい。ガン見してましたけど、ね、あ、なるほど。で、ここ見せすると江ノ島の中に入っていくわけなんですが、ですね、これ練り巻きすると、で、ここがね、あの僕ね、ウインカー右に入ったまんまね、消し忘れて江ノ島大橋を渡ってきました。あの息子さ、ここもちょっとなんかウインカー出しっぱなしとかさ、あの僕なんかだったらちょっと前出てつきっぱなしみたいなサイン出したりとかね、ツーリングちゃん。なるほど、はいはい、あとはこれやるんだったらあのモザイク入れといてくんないと。こうやってね、ここ息子、ここウインカーのとこかっこ悪いやん、これ今。あ、ずっとついてるね。そうなのよ。これかっこ悪いわ。いや、かっこ悪いっていうか、まず気をつけてもらいたいのがね、ずっとウインカーつけっぱなしだとあの危ないじゃないですか、まず。そうなんです。ものが。そうなんです。僕の運転のスキル問われますよ、これ。これ、カット、カット。すいません、次回から気をつけます。あんまり街中走るの慣れてないもんで。そうなんですよね、傘はね。はい、本当に申し訳ない。うん、はい、
まあ、無事事故もなく到着しましたということでね、はい、で江ノ島到着で、なぜかあのちゃんとハザード書いてね、うん、あそうだ、水死にはハザードがついてるのよね、使っちゃいました。ウィンカーなんか使い慣れてないのになぜかハザードだけ思い出してる。あ、そうだ、素晴らしい、素晴らしい、ね、あ、これハザードついてるんだよなーみたいなね。で、この後、まあ、このね、元ブログ自体は息子の方で、まあ、ちょっと帰りの雨の心配もあったんで、あとはちょっと中を散策しながら、写真を撮って、まあ、Twitter、Facebook の方にも上がってるんですけど、これスラそこにも上がって写真がスライドショーで、うん、はい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 、流れるみたいな感じになってます。ちょっといや素敵な編集でね、本当僕も感動しました。なんていうか、あ、元ブログの良さとかツーリングの良さとかってなんかこう改めていいなと思って再認識しましたね。実はね、息子と2人で行ったこの江ノ津、すげえ楽しかったっす。あ、うん、よかったよかった、ね、で帰りね、言ったらまあ、来たルートじゃなくて、はい、鎌倉経由で、もうちょっと、鎌倉経由、うん、だどうせだったら、あのだから134でって、左へ帰らないで、はい、右へ巻きで、ね、はい、鎌倉なんかをこうみたいな。だから僕もね、そのルートってバイクで走るのってもう20年以上ぶりぐらいになるのかな、うん、全く道覚えてない状態で鎌倉の方入ってっちゃって、いや帰りね、いや本当息子に悪かったんだけど途中道間違えました。すげえ時間かかっちゃってごめんね、本当そんなね旅でした。ただね、そうですか、悪気はなかったの、うん、なるべくこう観光ね見ててもらって、あの134でほら、あのなんだっけ、台湾とかさ、あの遠くからあの写真撮りに来る踏切あるじゃん、うん、あ鎌倉高校前だっけ、江ノ電のね、そう、あのスラムダンクかなんか有名になったのかな、海見えるあの踏切のところ、はい、あそこここなんだよって言ったら息子が、はい、おーみたいな知らないみたいな知らない知らない多分で鎌倉の方行って、でね、大仏がね、まあ鎌倉で大仏見てもねみたいなこと言って、もうほんとことごとく滑ったわけ俺。え、鎌倉で大仏さんダメだった息子さん。いや、あの俺のルートでは大仏までは見れないんだけど、あんまり鎌倉自体に興味がなかったからそうか、なんだよと思っちゃったけどね、うん、いや、まあ、次来たら今度はあのあれだ、大仏まで行くからね。本当頼ませ、まあそんな、はい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 、で帰ってきて、途中で息子のもさ、テンプターがなんかあれタコメーター動かなくなっちゃったとか、あら、もうほんともう店ももうちょっと走れば店なのにっていうところで、あれウィンカーリレー行っちゃったみたいですとか言って、ウィンカーもですから、満身創痍で帰ってきてさ、息子治ったのテンプター大丈夫、まあ、帰りはほらトラックに軽トラに積んでさ、そうですね、で帰りはね、うん、まあよかったよかった、ギリギリだったらね、もうほんと楽しい、あの横浜の父ありがとうなんてね、最高の思い出になったよなんて言ってくれてますけども、こちらこそです、ありがとうございました、ね、僕ね、本当、ね、楽しかったです。改めて、元ブログとかツーリングの楽しさっていうのが分かったんで、やっていきたいと思いますね。ー P さんね、これからね、うん、さっきもお話しましたけど、ただね、ちょっとね、はい、ちょっとここでカミングアウトするんですけど、うん、まあ怒られるかもしれないんですけど、はいはいはい、これね、うん、すいません、うん、まあ僕も結構ほら、ハヤブサ乗ったり、はい、スカイウェーブ乗ったり、うんうん、あと、なんだろうな、バンデット1250買ったりしてたんですけど、はい、もうバイクとしたらもう達人中の達人というか、もう黒帯の部類ですからね、もちろん、はい、申し訳ない、うん、江ノ島に一回も行ったことがないんです。ないんかーい。いや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 、いや、それ聞いてびっくりだよね、なんで江ノ島ない、横浜在住で、いや、まあ、そういうもんで、鎌倉も小学校 の、あの遠足で行くじゃないですか、鎌倉の大仏さんの前でこう集合写真、まあ、この辺に住んでたらそうかな、あるかな、はい、それ一回きりです。あ、鎌倉の大仏も一回きりか、はい、じゃあもうなんかどっか散策に行くなんとか、車子供たちとドライブなんかで江ノ島鎌倉を
使わないで生きてきたわけね。コムでしょ、非国民か。いや、そう、びっくりだわ、ね、夢ではあるんですよ、あのバイクね、せっかく大型取って、うん、後ろね、娘だ息子だってこう、はい、ね、うちのおかみさんも免許あるんで、うん、はい、あの一歳でもね、うん、流すっていう夢はあるんです。いや、まあ、いや、僕らが行くにはちょっと近すぎる感はもちろんありますよ。言うても僕らが氷川丸だ、中華街だ、山下公園だってちょっと近しすぎるとこありますけど、江ノ島行っときましょう。よし、じゃあ今度行きましょうね。江ノ津やりましょう。で、海鮮丼食うツーリングやろうよ、これ。でね、申し訳ない、海鮮丼でしょ、海鮮丼でみんな海鮮丼頼むでしょ、俺はカツ丼頼むの。ああ、なるほどね、うん、あのエビスさんみたいなやつ。言われてみればね、誠も生もん食べねえんだよな。うちのメンバーポンコツか。うちのメンバーポンコツ揃いか。ポンコツですよ、本当に。海鮮丼食おうって言ってたのに。そう、で、あえてカツ丼食うて。あのな、かき揚げ、かき揚げがね、あ、かき揚げは俺は大好き。かき揚げ丼がすごい美味しいのがあるんでね、うん、ぜひぜひですよ。で、今度、でね、僕ね、元ブログと、はい、ツーリング、ちょっと目覚めた感あります。いや、本当楽しくって、うん、だから今度あの誠とも話してるんだけど、はい、もう本当ナイトツーリングみたいな近場ね、あの元ブログやりながらちょっと走って、でいい景色眺めながら、あいつがわかんねえこと、またわけわかんねえこと言ってんだ、なんかインスタ映えする写真撮りてとか言ってから。じゃあもうみなとみらいとか赤レンガとかさ、ね、もうその辺で映える写真撮りこうっつってんの。なるほど、ちょっと今度付き合ってもらうからね、Pさんね、よろしく頼ませ。付き合います。今日誠と話してて盛り上がっちゃってさ。今日そう、どこ映えるみたいな。あれ、俺こんなキャラだったか。全然違うと思うんだけどね。全然違うよね。で、元ブログの方はあのほら、サーキットでも GoPro 持ち込んで、ね、そうですね、セルフ解説入れながら、はい、あのターさんの指導で走るみたいなのとか、ね、こういうのもご期待いただきたいと思ってるんで、はい、はい、ではね、Pさん、今後飲み動画ばっかりじゃないよ、表付き合ってもらうからよろしく頼みますよ。いいですよ、付き合いますよ。はい、はい、ね、で、あの本当に息子ね、うん、まあ、ありがとうね、無事に帰ってもらって本当楽しかったよ。またまたやろうね。はい、でもう今後のワイズファクトリーの企画も曇りの気まの子で見届けよ、よろしくお願いします。ありがとうございました。言えた。お疲れさまでした。言えたな。もうかもう噛まない。もう多分噛まない。言えましたね。